シグザウエル P250 はザウエルゾーン社が開発した自動拳銃である。同銃は2001年から開発が始まった公用向け拳銃であり、初めて発表されたのはドイツ・ニュルンベルクで2004年に行われたイワである。シグプロシリーズに引き続きポリマーフレームが採用されている。フルサイズ、コンパクト、サブコンパクトの3サイズが存在する。 使用弾薬は、当初は 9X19mm パラベラム弾のみだったが、後に 40S&W 弾、357シグ弾、45ACP 弾の3口径が追加された。P250 のモジュラーシステム P250 最大の特徴は、現在までのシグザウエル社の看板拳銃である P220、P226、P228、 P230 シリーズの象徴であったデコッキングレバーが廃止されている点である。これにより、同銃は完全なダブルアクション拳銃となった。他に特筆すべき点として、わずか40程度という部品数の少なさと、高度なモジュラーシステムの採用がある。これにより、コストダウン及びカスタムの容易化、軽量化などが実現している。道のモジュラーシステムでは、インナーシャーシを中心に、 バレル、スライドを、グリップ一体型ポリマーフレーム、マガジンなどを簡単に組み替えることができる。その他、両側に存在するスライドストップ、左右差し替え可能なマガジンキャッチなど、左利き手による使い勝手の向上が図られている。アメリカ合衆国では、法律上、通常シリアルナンバーが刻印されるフレームが、重本体とみなされ、 購入時に登録費の名目で 200US ドルが課税されるが P250 ではなどの対策を取ることで組み替え時に複数回の課税を受けることを回避している。ありがとうございます。